皆さん、えー、こんにちは。アレック専任講師の吉田です。えー、生戦当連必須論点択一編のダイジェスト講義、えー、始めたいと思います。30分という短い時間ではございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。で、えー、今回ですね、民法の前半部分の問題でしたけれども、いかがだったでしょうか。はい、えーまあ、これから来年度に向けてですね、えー スタート切るわけですけれども、年内の学習におけるアドバイス。こちらを一つ。キーワードは徹底した逆転補強。これにつけるかなというふうに思います。本試験が近づくにつれてですね、どうしても全科目、全分野に触れておきたくなるものでございます。ですので、年内こそが唯一の 思い切った時間配分のできる時期と言っていいんではないでしょうかね。なのでそのテキストのですね、頭から勉強を進める必要はございません。えー、そういう受験生の方は多い気がしますけれども決して、えー、その民法の例えば権利能力だ行為能力だあんなところから別に学習を再開する必要はないわけでございます。ですので是非、えー、ね、えー、着点からあ着手してみる。 えーのをお勧めいたします。で、えー、こちらの必須論点択一編。えー、こちらについてもですね、まあ、一つのお使い方としてですね、予習重視型。まあ、こちらもありかなと思います。弱点となっている分野について、えー、徹底的に予習した上でね、えー、当連に臨んでいただくというイメージでございます。で、えー、弱点がどの分野なのか。 についてはですね、まあ、今年の直前期の模擬試験とか、もしくは本試験そのものでもいいかもしれません。そちらの結果ですね。えー、これも参考になるでしょうし、また、あご自身がですね、まあ、主観的にまあ苦手だと思っている部分、分野あですね。こちらも、おそらくもう客観的にもですね、弱点となっている分野あであることがまあほとんどかなというふうに思います。はい。 それではですね、数問、えー、見ていきたいと思いますけれども、まあ、実際の解説講義においてはですね、えー、各問、えー、マスト足ですね、えーまあ、必ず身につけておきたい足、えー、こちらを各問、えー、申し上げていきます。えー、復習の際、えー、参考にしていただければというふうに思います。はいえー、それではですね、第4問ご覧ください。 はいえー、第4問の井の足ですね、ご覧ください。はい、問題文、えー、読んでみます甲不動産、A、の所有者 A が A から B に対する不実の所有権移転登記の経由されたことをその直後に知りながら、経費の都合や、後に B と結婚して同居するようになった関係から。 その末梢登記手続きを4年以上せずにその間に A において他かから融資を受けた際にもその債務を担保するため B 所有名義のまま、値定当権設定登記を経由した後に B が、高不動産が B の所有に属さないことを知らない C に対して高不動産を売却した場合であっても A が不実の登記を作出したのではないから A は C に対し 事故に高不動産の所有権が帰属することを主張することができる、丸か×かということでございますけれども、はい。まあ、本文ですね、所有権は A のもとにあるわけですね、不動産の。はい、えー。で、しかしながらということですけれども、まあ、例えば、 これは不動産投機記,記録の簡略化ですけれども、まあ、こう、広告3番としておきます。省略型で書かせていただきますが、まあ、こういう状況ですよね。投機メディア B になっているということでございます。はい。で、この状況で BC 間でこの不動産について売買契約が締結されたということでございます。はい。A d C は善意と。 で、えー、このような事例において、まああの、学習の初期段階においては特にそうですけれども、まずは原則論に従って考えてみましょう。そんなに難しい話ではございません。はい、こちら B のもとに所有権ございません。ということは、この BC 間売買によってですね、B から C への所有権移転、えー、こんなものは生じようがないわけです。動くものがないですからね、ここに。 はいでまた、我が国の不動産登記には更新力はないとよく言われますけれども、すなわちそれどういうことかというと、この事例においてですね、C が、まあ、これ今、善意とありますけれども、この B 名義となっているこの登記をですね信じただけでは、C は保護されない、えー、ということでございます。 更新力がないというのは、まあそういうことですね。で、さらにですね、ここ、AB 間まあこれ何にもないですね、これ。すなわち、AB 間で仮想譲渡があったわけでもないですから、94条2項、皆さんご存知の超有名条文でございますが、94条2項の直接適用をできるケースでもないわけですね。 ここで売買契約が締結されてるわけでもないですからね。はい。で、そこでということです。取引の安全を図るため、えー、C のような人を守るためということでございますが、あくまで限定付きではございますが、A に虚偽の外観。これですね。虚偽の外観というのはこれ。B は所有者でもないのにですね、これ所有権登記名義人になってるわけですね。で、この、 A に虚偽の外観について奇跡性が認められる場合には94条2項の類推適用類推適用これでもって C さんを守ってあげましょうということでございますで A さんに奇跡性が認められる場合の一つの具体例が本文のようなケースでありまして解説「イノアシ」 ご覧くださいはい、えー、この3行目のこのあたりですね、抹消登記手続きを4年余りにわたって見送り、その間に A によって他から融資を受けた際にも、その債務を担保するため、B 所有名義のまま当該不動産に対するネット計、設定時計が経由されたというような事情がある場合、はいえー、このような場合、A に先ほど申し上げた虚偽の外観についての規制。 これが認められるということです。虚偽の外観というのは何度も申し上げておりますが、これ、この虚偽の外観、こちらですね。えー、これについての軌跡性がこのような場合には認められるということでございます。はい、えー、よろしいでしょうか。えー、それでは続きましてですね、第5問、お開きください。で、えー、こちらの問題についてはですね、あの足と、 右の足についてえ事例と言葉の確認、えー、をしておきたいと思いますまず、あの足え問題文を見てください A が B と通謀して B が A に金銭を貸し付けたように仮装した後 A B がその貸金債権を C に対して譲渡した場合 C は民法第94条第2項の会計学第三者に当たる丸かばつかと続きまして右の足 A が B と通報して、A が C に対して有する貸金債権を B に譲渡する仮想の債権譲渡契約を締結した後、C が B に対して弁債をした場合、C は民法第94条第2項の鍵額第三者に当たる。丸かばつく。おということでございますが。こちらですね。あの、あの足の事例というのは、あ一言で申し上げますと、仮想債権の譲渡。 仮想、債権の譲渡の事例でございます。すなわち、債権の発生原因である法律行為が仮想だという事例です。すなわち、虚偽表示に基づくということでございます。仮想、債権の譲渡。債権の発生原因である法律行為が仮想。虚偽表示に基づくんだという事例ですね。それに対して、うの足でございますが、こちら、債権の仮想譲渡です。 債権の仮想譲渡。あの足は仮想債権の譲渡。うの足は債権の仮想譲渡です。はい。うの足、債権の仮想譲渡でございますが、債権譲渡契約が仮想。すなわち、虚偽表示に基づくケースでございます。はい。以上です。えー、問題文とか解説、もしくはインプット、作業におけるそのテキストですね、えー、読む際にですね、ぜひ、このどちらの事例なのか、 仮想債権の譲渡の事例なのか債権の仮想譲渡の事例なのかあ注意深く読んでいただければと思います。それでは続きまして、うの足あ、失礼、えー、第9問、えー、ですね。え、はい、の足、見てください。 A はい読みます A が B に対して C 所有のこう建物を購入するための代理権を付与したが B が A のためにすることを示さずに C との間でこう建物の売買契約を締結した場合 B が A のためにすることを C が知っていた時に限り B がした意思表示は A に対して効力を生ずる。丸かばつかとこういうことですが、シンプルですけれども、良い問題ですね。解説への足ご覧ください。はい、まず条文。 代理人が本人のために、えー、することを示さないでした意思表示。懸、ま、命、あ、なしの事例ですね、えー。事故のためにしたものとみなされますね。事故のためにしたものとみなされます。はい。えただし、相手方、本文で言うと C ですかね。はい。相手方が代理人が本人のためにすることを知り、 または知ることができた時はあその意思表示は本人に対して直接にその効力を生ずる。ということで知っていた場合だけでなく知ることができた場合にも本人に効果が帰属するということになります。はいそれでは続きまして尾の足ご覧ください。 はい、お問題成年被後見人 A が日常生活に関する行為をすることができる場合成年後見人 B は A の日常生活に関する法律行為について A を代理することはできない、マルバ○かツかとこちらシンプルですけれども非常にいい問題ですね。 考え盲点かもしれませんが、はいえー、解説をの足ご覧ください。後見人は非後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について非後見人を代表する。民法条1項とあります、まあ、こちら、あ後見人はですね、非後見人に対する関係で、 いわば包括的な代理権を持っているということが表現されているわけでございます。はい、でその続きですね、この点、成年後見人の取り消し権の対象から除外される日常生活に関する行為についても、成年後見人の代理権からは除外されておらずということでございます。 例えば、成年後見人はですね、成年非後見人による、まあ、例えば歯磨き粉にしましょうかね、成年非後見人によるですね、歯磨き粉の購入を取り消すことはできません。日常生活に関する行為だからでございます。はい、確かに取り消せない。だからといってということですが、成年非後見人の代理人として、代理人として歯磨き粉を購入することはできると。 はい、えー、取り消し権の対象からですね除外されるか否かっていう問題と、その代理権の範囲、えー、しっかり区別して抑えるようにしていただければと思います。はいえー、それでは続きまして、第17問、えー、ですね、見てください。第17問。 あの足見てください。はい、問題。A が B 所有の公土地を事故の物であると過失なく信じて10年間占有した後、C が B から公土地を譲り受けてその登記をした場合、A は事故期間の起算点を繰り下げることによって、 C に対して事効による高土地の所有権の取得を対抗することができる丸かツかとこれ非常に重要な判例知識、A、ということになります解説「あなし」ご覧ください はい、えー、こちらですね2行目見てください「時、え、効、ー、援用者において悲惨点を選択し時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない」という判例知識でございますなので本文は×ということになるわけですけれども前提の知識となるのがはい何でしょうこの判例の知識のですね前提となる知識は何でしょうかね はいそうですね、えー。時効完成前の第三者の話と時効完成後の第三者の話でございます。時効完成前の第三者との関係で登記は必要でしたか不要でしたかはい、不要でしたね。それでは時効完成後の第三者との関係では登記は必要でしたか不要でしたかはい。 逆に必要でしたね、えー、自己完成後の第三者との関係、えー、についてはですねあのいわば二重序と,、えー、と同じように考えるんでした。で本門における「C」は自己完成後に登場してますけれども。 時効の起算点を遅らせることによって、まあ、起算を遅らせることによってですね、C さんを時効完成前の第三者に仕立て上げることができるのかについて判例はできないと言ってるわけでございます。続きまして、絵の足ご覧ください。17問 A。 はい、問題 B 所有の公土地を B から賃借し占有している C が死亡し C の子である A が C を単独で相続した場合 A は公土地の賃借権を承継したものであるため公土地の占有を継続しても時効により公土地の所有権を取得することはない。マルコバツカという問題でございますが。 解説への足、ご覧ください。はいまず前提となる知識、こちら重要ですね、えー、所有権を取得事項の要件として、はいこちらですね、所有の意思のある占有が必要であると。 自主占有ですね。自主占有、多種占有というところの自主占有が必要であるということでございます。えそれでは、陳借人、陳借人への占有はどっちですかはい、そうですね。多種占有でございますね。所有の意思のない占有に分類されております。2行目見てください。 そして、権限の性質上、占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が事故に占有させたものに対して所有の意思があることを表示し、または、今回問題となるのはこれですね、新たな権限によりさらに所有の意思を持って占有を始めるのでなければ占有の性質は変わらない。民法185条。はい、この民法185条ですね、多種占有から自主占有への返還についての条文でございます。 これまたはで繋がれておりますけれども、事、は、故、い、に占有させたものに対して所有の意思があることを表示した場合、でまたは以降、ですね新たな権限によりさらに所有の意思を持って占有を始める、この2つの場合においては、多種占有が自主占有にまあ変換されるんだというふうに言ってる条文です。で、なんですけれども、本文。 で問題となっている賃借人の相続人、賃借人の相続人は、多種占有を承継するわけです、多種占有を承継する以上ですねえ、常に所有権の自己取得が不可能か、できないのかで、この点について判例はということになりますけれども、はい、解説のここをですね、この点というところを見てください。この点 相続人が非相続人の死亡により相続財産の占有を承継したばかりでなくえ新たに相続財産を、はい、事実上支配えすることによって占有を開始しその占有に所有の意思があ,ったもあると認められる場合においては非相続人の占有が所有の意思のないものであった時でもすなわち多種占有であった時でも相続人は民法185条に言う。 真権限により所有の意思を持って占有を始めたものと言うべきであるということでございます。で、ちょっとこの文章難しいかもしれませんけれども、ここですね、相続財産の占有を承継したばかりでなく、事実上支配と繋がってるわけですけれども、この相続財産の占有を承継したばかりでなくっていう部分ですけれども、要は、あの、非相続人の死亡によって、占有は、 相続人に承継されるわけです実際にその土地に居座ってるかどうかあ関係なくですね で相続人がその非相続人の専有を承継するというふうに見るわけなんですけれども、まあ、そのような観念的な承継、上辺の承継ばかりでなくという意味ですね、新たに相続財産を事実上支配することによって専有を開始し、かつその占有に所有の意思があるものと見られる場合においてはです、ね、この自主占有に返還されると、結果、どうなるかというと、所有権の自己取得も可能だと。 いいうことになってくるわけでございますあくまでこの判例が言ってる要件を満たす場合に限ってということでございますけれどもねはい、えー、以上第17問、えー、でございましたそれでは続きまして第23問、えー、見てください第23問「うの足、えー」ご覧くださいはい問題を読みます A が C に帰宅中の自己所有の行動さんを B に売却し、B の承諾を得た上で C に対して以後 B のために行動さんを保管するよう命じたが、B と不仲であるとして C がこれを承諾しなかった。この後 A はそれまでの経緯を知っている D に交付行動さんを重ねて売却し、D の承諾を得た上で C に対して以後 D のために 行動ドを保管するよう命じた場合、B は D に対して行動ドの所有権の取得を対抗することができない、丸かばつということでございますけれども。はい、えー、こちらです。えー、登場人物は ABCD4 名でございます。で、A さん、A がいてですね。 動産を C さんに預けてたわけですよね。受記者 C と。まあこういう状況ですね。はい。で、実際にこれ、動産だとしてですね、えー、動産はここにあるわけですよね。ちょっと汚くて申し訳ありません。はい。で、この動産についてですね。失礼。 AB 間、AB 間で、A、売買契約締結ということでございます。で、A が C に対して、以後 B のために保管するよう指図をした、丸一ダッシュといたします。で、えー、C については承諾なし。 B については承諾ありですよね、これね。まあ、こういう状況でございます。はい。で、これを前提に、その同じ動産について、A デーで売買契約、締結と。で、デーは悪意と。こういう事例ですね。 はい、で本文で問題となっているのはまずこの指図による占有移転、えー、この要件にについいてでございます指図による有の要件として民法が要求しているのは A の C に対する指図です、ねまあ、本文でいうと以後 B のために保管するように命令とありますがそれされてますでプラス B の承諾 B の承諾があれば、それで、指図による占有移転の要件は満たされております。C さんの承諾なしとありますけれども、そんなことは関係ございません。要件充足でございます。はい、要件充足するんで効果が生じるわけですけれども、効果としてはですね、まあこれ、同産の直接占有をしてるのが C。で、間接占有者 A だったわけですけれども、 はい、でその A の関節線維がこの指図による線維移転によって B に移転するというイメージ A を持たれると良いかなというふうに思います。はい、でこの A の関節線維が B に移転したことによって B は178条にいう動産上渡の対抗要件である鍵括弧引き渡し、えー、これを備えたことになります。 いいですか ?178 条、を鍵格引き渡し、これを備えたことになります。仮に不動産で言うならば、登記を備えたのと同じでございます。B がね。え従って、この指図による占有移転によってですね、A さんは、もう名実ともに無権利者になります。で、無権利者となった A がデートの間で動産売買ということなんで、次に問題となるのが192条、即時取得、えー、ということになります。 即時取得の成立要件を思い出してください。もうここでアウトですよね。えー、D が悪意ということなんで、即時取得は成立しない、えー。だから結論 B は D に対して所有権取得を対抗できるということになります。はい、以上です。えー、それではあ最後ですね。えー、第27問、えー、ですね、えー。お開きください。 はい、A, A が占有する c o さんを B が盗んだ後1年以内に A が B に対して占有回収の訴えを提起し、被傷を阻止した場合は A が現実には c o d さんの占有を回復していない時であっても c o さんに対する の占有は継続していたものとみなされる、まるかばつかとういうことですが、はい、解説への足、ご覧ください。占、は、有、い、権は占有者が占有の意思を放棄しまたは所持を失うことによって消滅すると。しかし、占有物の所持を失っても、はい 占有回収の訴えを提起したときは占有権は消滅しない。と民法は言っております。条文上はこうなってますね。ただ、ここ、条文知識だけでは足りず、判例知識でもって補う必要がございます。この点以下、見てください。この点、民法203条、正し書きによって占有の継続が犠牲されるためには、占有回収の訴えを提起するだけでは足りず、勝訴し、 かつ、現実にその物の占有を回復する必要があるということでございます。これ、条文だけ読んでいたのでは、ちょっと勘違いしかねないですね。結論の部分。占、え、有、ー、回収の訴えを提起勝訴、現実に物回復。えー、これがあって、初めて占有の継続が犠牲されることになります。 はい、えー。それではあ、時間となりましたので、えー、ダイジェスト講義の方を終了とおいたしますけれども、お皆様の、えー、年内の学習が充実したものになることをお願っております。ありがとうございました。